写真拡大デビュー戦を圧勝した新井バルが注目の2戦目を迎え、やや10のコンディション目にすることなく、力強い走りで単勝 1.8 倍の圧倒的人気に応えた新馬戦。究極の瞬発力が求められた流れにも涼しい顔。後位からルメールの右ステッキに瞬時に反応すると、一瞬で後続を2馬身半を刻み、この中間は福島県のノーザンファーム天栄でリフレッシュ。栗田氏は、新馬の前はいかにリラックスして走らせるかに重点を置いて調整。今回は気持ちの持ち方が、すごく良くなっている。合わせ場の時計もいいし、上がってきている感じ。と確実な成長を感じ取る。クリミナルは15年桜花賞2着で、続くオークスでも3着。そして半姉のクナも牝馬クラシック戦線で活躍と、一本筋の入った血統だ。14日の一周前リハは美穂 W の3と合わせで、カシロクド82秒8の37秒7の11秒6を掲示した。もともと総合力の高い馬だけど、新馬の時より良くなっているのは確か、とうなず、いろいろと確認しないといけない馬だから、回数を使えない。ここを使うということは空きをパスするわけだから、最低でも、2着で、賞金は加算したい。と力を込めた指揮官。まだまだ未完成だが、それでも搭載する能力は計り知れない。ピンポイントの賞金かけ。きっちり決めてみる。